皆さんこんにちは。エイスアップホープディセルプス運営者のトムと申します。本日はノースフェイスの2022年春夏モデルのマウンテンライトジャケットのカラーについてご紹介させていただきます。一部のスポーツショップおよびセレクトショップで販売がすでに始まっておりまして、先行でアンテロープタンというカラーが販売されておりますが、2022年マウンテンライトジャケット春夏モデルは全部で6色となっております。今回の動画ではそちらの6色についてと、アンテロープタンがおそらく一番人気になるかなと思うんですけれども、ノースフェイスで比較的人気のあるベージュ系のカラーを過去のカラーと比較というのもやっていきたいと思います。それでは早速まずはマウンテンライトジャケット2022年のカラーを見ていきたいと思います。はい、でまず定番のカラーのブラック、そして2019年から登場しましたニュートープが2019年秋冬、2020年秋冬、2021年秋冬に続きまして4回目の販売となります。でこちらがアンテロープタンとなっておりまして、こちらベージュ系のカラー、そしてバンフブルーというブルーのカラーが販売されます。でこちらがセーフティーグリーンというカラーになっておりまして、最後の1色が単色のシェイディッドスプルースの計6色となっております。一応こちらマウンテンライトジャケットのレディースに関しましてはメンズに先駆けて公式オンラインでも販売が始まっておりまして、メンズもほとんどカラー展開は同じです。ブラック、シェイディッドスプルース、バンフブルー、アンテロープタン、そしてニュートープ3の5色展開となっております。ニュートープに関しましてはメンズで2021年の春夏で登場したニュートープ2、単色のカラーなんですけれども、そちらに続いてこのニュートープ3というカラーも出てきました。ノースフェイスの中では結構ニュートープというカラーはメンズのマウンテンライトもかなり販売されておりますので、推しているカラーなのかなと個人的には思っております。はい、続きまして2点目なんですけれども、マウンテンライトジャケットのベージュカラーの比較に移りたいと思います。マウンテンライトジャケットは始まったのが2018年となっておりまして、2018年の春夏秋冬にケルプタンのカラーが販売されております。その次2019年の春夏にツイルベージュ、2019年秋冬がブリティッシュカーキ、2020年の春夏でケルプタンが2年ぶりに復活して、2020年の秋冬にユーティリティブラウン、2021年春夏がミネラルグレー、2021年の秋冬にユーティリティブラウンが2年連続、そして最後今回発売されておりますアンテロープタンのカラーになっております。こちらベージュ系のカラー全部で6色ありまして、今期のアンテロープタンに関しましては一番近い色味といたしましてはケルプタンかなと思います。はい、ということで本日はノースフェイスのマウンテンライトジャケットの2022年のカラー展開についてご紹介させていただきました。個人的にはこちらのカラーを見て、おそらく一番人気はアンテロープタンかなと思っております。ブラックニュートープは過去に販売されていたカラーですので、そこまで人気は出ないかなという印象で、こちらのセーフティーグリーンはおそらくあまり人気が出ずセールになるかなと思います。このシェイディッドスプルース、青系のカラーが好きな方は結構こちらおすすめかなと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。